USB ポートどこでもいいですか。あ、そうっすね。あ、じゃあ 3.0 させた方がいいですね。このまま使って、はい、いいです、いいです。そのマウスとキーボードの前に差しちゃってもいいから、はい、はい、これスポーツタイムマシンのスクリーンです。スクリーンができててます。リチ君はキネクトとプロジェクターをつける、このバトンにつける手はずをしてくれます。ケイナちゃんもここでプロジェクターをつける準備です。ここに音響とか照明のセットがきます。で、ここがマッドマックスの、マッドマックス感がすごいです。スクリーンの横の照明ですね。運動会にこんなでかいオーロラスクリーンがある。で、照明がある。それからムービングライト、すごいですね。一番奥のところスポンサーマシンです。ここにトラックがあって、ぐるーっと一周、ここで運動会をやります。とかもうね、動くムービングライトとかに仕込んであって、レーザーとかも仕込んであって、それを受け取るセンサーとかみたいなのもワイカムは作ってるそうです。ちょっとすごいですね。運動会がどんどんコンサート化していく、このポストモダンという感じですかね。はい、以上です。